愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。早速ね、ちょっとテーマをね先に伝えておくというか皆さん画面に出てるんですけれども、今週は漫画で読書感想文を書くというテーマでございます。これはね本編で後ほど喋るんですけど、先週の話をね少し触れておきたくて、先週異性の好きなところっていうテーマでちょっと不安になりながら投稿しましたけど、ただ思ったより皆さん楽しんでいただけたみたいでありがとうございました。しかもコメントがねすごい良かったよ良かったよっていうか楽しかった俺が、かなりね読ませていただいて、その男性からも女性からもね異性の好きなとこ書いてもらってさ、で分かるみたいな、そうだよねそうだよねみたいなあったりとか、あとは言われてみたら確かに女性のそういう仕草、あキュンキュンするかもなとかっていうのを本当になんか読ませてもらって、あとは女性から書いていただいたのはなるほどっていう、で結構その腕まくりがあったよね、何件か腕まくりがあって、で腕まくり見えた時のその筋肉とかさ、その血管みたいなあるじゃん、好きな、わかるよわかるわかるんだけど、私ねポチャポチャタイプなのでね、そういう風になったことが人生で一回もないんですよ。それを読むためにそうだよねそうだよねって思いながらね読ませてもらいましたけど、本当ありがとうございました。なんかなんだダラダラジオね聞いてくださってる方に聞いたら、そのコメント欄もすごい楽しかったですっておっしゃってくださった方がいたんで、すごい良かったまたねああいう回もあるんで、ちょっと今回は毛色が違うんですけれども、で今回はまあね、今さっき伝えたように読書感想文を、ね、漫画で書くというテーマで、これはこれについてどう思うっていう、だから皆さんの意見もね、もしかよかったら書いてほしいとこなんですけど、これちょっと前に話題になったんですよ、少し。そう。で、まあ、それ触れていくんだけど、で、タイトルはそれにしたの。ね。漫画で読書感想文を書くとか。で、ちょっと派生すると、ゲームってあるじゃん。テレビゲームとか、まあ、スマホのゲームもそうなんだけど、ゲームって教育に良くないものなのかみたいな議論とちょっと似てるんですよね。で、俺はですね、漫画もゲームもいっぱい触れた方がいい。触れた方がいいっていうか、触れていいよと思ってます。で、触れていいよっていうふうに言い換えた理由は、強制じゃないっていう、触れなきゃダメっていうコンテンツではない。興味がない人に、ゲームに全く興味がないのに、ゲームしなよしなよ、面白いよって押し付けるのは、まあ絶対違うよね。まあ、押し付けた結果、ハマってくれたらいいよ。ね、お、楽しいってなったらいいと思うんだけども、興味がないのに無理やりやるものではないから、そうそうそう。だけれども、排除しなきゃいけないものだとは全く思わないですよね。で、読書感想文に関しても塾講師やってる時から結構相談をもらうわけですよ。で、俺もともと読書感想文俺が苦手なんですよね、すごく苦手で、で小学校の時に小学生内に思ってたことがあったの。何かっていうと、俺らの時というかうちの学校は基本的にその推薦図書が決まってたの。この中の本で書いてください、まあ別でもいいですけどねみたいなスタンスだから、まあそれ配られたらそこから選ぶじゃん、親心的にも。でそうなった時にさ、まあ読むわけよ、図書館とかで借りてきてね。で全く面白いと思わないわけ、まあ、失礼だけども、まあ、俺には合わなかった当時の。で書くよ、書く、でも書くといってもだいたい後書きとかを読んで、あこういう話のエピソードなんだねって言って、そのズルしてまとめるってやってた。俺は普通に全部読まないし、俺そう活字が苦手だったから、読むの苦手だったんでね、でやってたんです。でなんで面白いと思わない本で書かなきゃいけないんだろうってずっと思ってた、小中高までいやごめんなさいね、クソ生意気に聞こえるかもしれないですけど、それが本心だって今でも思ってる。でね、塾講師やってる時に親御さんから聞かれるわけですよ。で読書感想文もそうだし、まあ、入試でさ作文結構あったりするから、その書く能力で書くためにはさ、自分の意見をまとめる能力が必要じゃんか。で、まあ、そこで読書感想文ってすごくいいわけよ。摂取した情報を言葉でまとめる、要約するっていう力になるから、作文とかで自分の意見を述べる時もその力って役立つと思ってて。だけど親御さんによく言ってたのは、漫画読みますって聞くんよ、親御さんに。子供がね、漫画って読みますって。まあ、だって好きな子いるじゃんか、何かしら。じゃそれで読書感想文書きましょうみたいな確かに学校の宿題でそれをやると NG かもしれない。だからその時はそれで怒られるぐらいだったら後書きでズルしたらいい。子供にもやってたよ、先生に怒られるって言うんだったら、じゃあちょっと後書き読もうみたいな。後書きって短いじゃん、 6、7 ページぐらいかな、そのぐらいしかないから、そこ読んでなんかこの人が出てきてこういう話らしいぜ、ちょっとさ想像を膨らまして書いちゃおうみたいな。先生どうせちゃんと読んでねえからみたいな
や、良くないと思ってる、良くないけど、でも辛いことをそこでエネルギーを注ぐのもどうなんて思ってるから、俺はそうやってやらせてたのね。で、あの作文とかの能力の方で行くんだったらもう漫画とかでいい。で、最初は漫画とかを読んでもらうじゃんか。その感想を文字で落とすんじゃなくて口で言わせるの。そう、例えば好きな漫画があります。じゃあ最近で言うと、俺呪術廻戦にやっとハマったんよ最近ここ数日ぐらいで、ネットフリ、あの漫画読んでないんだけど、ネットフリックスの方の漫画、あのアニメの方で、一期が24まであるのかな、今20か21まで見終わったんだけど、そう。でも例えばさ、俺が呪術廻戦を読んでない状態で呪術廻戦が好きな子がいるとするやん。そしたら聞くんよ、このさ面白さ語ってって。でも短く語って、長いと俺疲れるから、そのまとめてっていう。でそういうところから入る。自分の好きなものを言葉で表すと辛くないから。だけれども、いざやってみ、みんなも今何かさ、その別に推しの推しでもいいわ、それがアイドルでも、なんだろう、 YouTuber でもいい、何でもいいよ、漫画でも構わない。その推しに関して知らない人におすすめしようって、か仮想のなんだ、架空化の状態を描いてやってごらん。結構できねえよ。でその時のポイントは口に出してほしい。目の前に人形とか置いてもいいわ。あの誰か本当に人に聞かせなくてもいいから、その人形とか置いて、その人に喋ると思って普通に言ってごらん。口に出すことがポイント。できないよ意外とね。でもこれね、あのいい練習になる、自分の意見をまとめるときに。で実際やってみると、なんか長くなっちゃったりとか、まとまんなかったりとか、いろんな方、なんだろう、ダメ出しポイントというか課題が見えてくるのね。でも課題が見えたときに、まずそうだそれやったときにさ、うまくいかんのよね、あんまうまくいかないんだけど、ダメ出しすぎちゃダメよ。あ、私やっぱこういうの苦手なんだ、もう無理みたいな。いや待て、最初からうまくいかねえから人間は。でそこでストップ。で課題が見えたってことはいいことで、課題が見えたから対処ができるんだよ。なんとなく私下手くそって思っちゃダメだよ。何がうまくいかなかったのって頭の中で考えてみ。でそしたら次はそこを意識してやる。長くなりすぎたなって思ったんだったら、ストップウォッチがタイマー持ってね、スマホとかあるじゃんタイマー、5分とか、まあさ、もっと短くていいな、2分とかでいいわ。2分とかでタイマー決めて、2分以内で喋るには何を伝えたらいいのかなって。物事を伝える時のポイントは、そぎ落としよ。好きなものだからこそいっぱい知識が出てくる。あれもこれも喋りたくなる。だけどあれもこれも喋っちゃうと、聞いてる方はさ、初めましてなの、全ての情報が。だから、どれが大事だったんすかもう聞いてて、っていうか誰が主人公だったのみたいなになっちゃうわけよ。だからいろんなものをそぎ落とし、これもね面白かったから喋りたいんだけど、これはちょっと後にしとこうみたいなね、そぎ落として落として、でまとめていくと、どんどん伝えることがシンプルになる。そのそぎ落とすっていう作業は、作文書くときでもすごく大事な能力になる。そうだから、あのまあね、読書感想文を書く、学校の先生に怒られるんだったら漫画はあかんと思うけれども、あのそれが許される状況だったりとか、だって許す先生いたし、俺の生徒の先生で聞いていいですかって言ったら、まあまあいいよって、別に書かないよりはマシだろうみたいな感じで、本当にそうだと思う。書かないよりマシというか、なんか全然面白いと思わないもので書いてる方が辛いからさ。そうそう、だからそれもありだと思う。で最初のゲームの話に持っていくと、あの確かにゲームをしすぎるのは良くないと思うよね、良くないと思う。やることやってんだったらゲームしても良くないと思う俺は。てか両方あった方が良くない？ゲームが好きならって娯楽だし、俺ゲームから学ぶことですごいあると思ってて、そう、俺もゲーマーだからさ、ゲームって、まあ、いろんなゲームでもそうですけど、とにかくやっぱ効率化って大事なんですよ。どうやって効率よく、素材を集めるかとか、アイテムを集めるかとか、短時間で討伐するかとかね、モンハンで言うと。そう、そういうことを考えるのって俺はめちゃめちゃ勉強になると思う。ただある程度やり込んでしまったものを惰性でやる、なんとなく暇だから続けちゃってるっていうのはあまりお勧めしないかな。やっぱ得られるものって少ないと思うので、うん、あ、これ松丸くんとね、以前対談させてもらった時にもなんかこんな話になりましたけど、すごくいいと思う、追っております。はい。で、まあ漫画はさっき読書感想文に行きましたけど、漫画に関してもだって俺人生のバイブル、もうなんかその生き方とかの指針になってるものって俺漫画ですからね、基本的に。特にスラムダンク、俺はまあ俺ら世代、俺も36ですけど、みんなのスラムダンク聞いたことあるけどよくわからんって人がいたら、お父さんのがいいかな。お母さんバスケ部だったら多分読んでると思うんだけど、スラムダンクって知ってるって聞いてみ、お父さんお母さんどっちかに。で読んだことあるって聞いて、好きな人は多分いるよ。多分この聞いてくださってる方の お父さんお母さんにもし全員が聞いてくれたら、どうだろうな、
3% ぐらいはいると思うよ、ハマってた人ってぐらいに本当に流行った漫画だし、めちゃくちゃいい漫画だから。まあ人によってはもうヤンキー漫画なので、若干ねヤンキーの要素がね、やんちゃな要素があるからさ、喧嘩シーンとかもあるから、子供に見せたくないっていう方もいらっしゃるとは思うんだけれども、それ以上に得られるもの、感化され、感じるものは絶対あると思っているから、やっぱりそういうものって良くないか、小説からそういうものを感じるのもありだけど、漫画からそういうのを感じるのもありだと思っているので、そうそう、だからまあその読書感想文を漫画で書くって、なんかトピックで見たんで、ヤフーニュースだったかな、見たんだけど、その時にはこれ喋ろうと思って、まあ、俺はそういう風に思ってる。だっていいじゃんって、そう何度も言うけど、書きたくねえもので書いてる方がよっぽど無駄だよっていう風に俺は思っちゃうだよね。でだとまあ、これ親御さんね、結構聞いてくださってることも多いし、学生のみんなもさ、作文苦手って思ってる方がいると思うんで、まあ、さっき言ったように好きなものに関して、まあ、人形とか置いてアウトプットする練習するといいよ。本当にそれ練習ちゃんとしてたら、作文とか書くときに要約するのがやりやすくなるから、何でも要約、その情報を短く端的にシンプルにまとめる力はやらないと絶対伸びない。知識をあーだこうだ、要約のポイントはこうでこうでこうでって知識を摂取してもほとんどが能力として身につかないから、自分でやってみてなんぼよ、何回もやってみ、何回もでも逆に言うと、それやったら絶対できるようになるから、誰でもなる、保証する、それに関しては。だからぜひやってごらんね。だから一回ね、なんかリアル、まあコロナだから無理なんだけど、なんかやってみたいんだよね、こういうの。そう、俺そういうのなんか見たい、聞きたいあ、みんなが推しに関してちょっと俺に説明してよみたいな。で、要約のポイントの時に、多分そこのなんつうんだろう、ワンポイントアドバイスみたいのはできる自信があって、生徒にもやってたから実際ね、なんかそんなことも思っているんだけど、まあ Zoom とか使えばねできそうな気もするけどさ、まあそんな思っておりますということで、まあちょっと参考になったら嬉しいですね。どうでしょう、先週とのこの温度差先週さ、恋愛というか異性の好きなところって言ったから、恋愛の相談結構多くて、今週も恋愛喋ろっかなと思ったんだけど、ちょっと2週連続あれかなと思ってね、ちょっと真面目な話をさせてもらったんですが、少しでもねお役に立てたら嬉しく思います。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。喋ってほしいトピックとか、ぜひぜひコメント欄とか書いていただけると、ダラダラジオのコメント欄は多分一番読んでいるのでぜひ読んでいただ、書いていただけたら嬉しいです。あとね、今回のトピックに関しての感想とかもぜひお願いいたします。ではまたね、何か来週喋っていきますので、そちらもぜひ聞いてみてください。ゴールデンウィークあと3日かなありますので、まあ、ゆっくり過ごしながら、いいね、いいゴールデンウィークにしていきましょう。それじゃまた来週、以上ですまたね、バイバイ。